フラッグ上がったように見えましたけども一回上がりましたよね、主審の大坪博一さんは笛を鳴らしませんでした。千葉側はちょっとアシスタントレフリーにも確認しに行きます。決めたのはグスタボです。このプレー、バックパスということですか。これ千葉の選手が触っていたということですね。そうですね、千葉の選手が、クリアが前に行かないで、後ろに行ったわけですよね。